竹さやぎ。この下闇は涼しけり。エブスナガミの固めとぞなす。沖縄の申した通り、心が静まり強くなったようだ。また読んでみよう。よし。お侍様、戦続きでお疲れのようで。お目にかかれるなんて。さら、さあ、何かご入り用でしょうか。ご遠慮なくご覧ください。素材が足りないようですね。ではまたお越しください。役立つものばかりです。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。天下無双の弓ですよ。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。この弓で猛虎を懲らしめてください。
走れ、ソラ。
ち抜け。一番手は誰だ？速達をやって。Kıkça harta! Yeah!
Samurai Shige Tomro Tonil!
もうた。やめかぜ。そっとちっちゃってこい。Tisha, Tolani,
す。酒井様だけが津島の望みです。酒井様、お助けください。アザモの酒蔵が大変なんです。津島一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。子供に食べさせるものは残ってる？米が少しだけある。私が我慢すれば一日一食はあげられるよ。金、材木、布を扱います。皮を分けていただけたらお返しに何か差し上げましょう。恐れながら数が足りませんね。礼を言う。目的を達せられますよ。ご遠慮なくご覧ください。安成はあまり飢えてないよな。なんでだ。あいつは人手なしのクズ野郎だからだよ。飯を食うために盗みも殺しも役立つものばかりです。それで猛虎を倒してください。どうかご自愛ください。よし。
あいつか。さあ、かかってこい。ちゃんと払っとしまい。
黄色のウグイスだ。あんな鳥は初めて見た。後を追ってみよう。鎧でも結構です。どんな鎧も直します。八幡様も羨む仕上がりですよ。戦で壊れた鎧がある。
おや、これはかなり傷んでますね。痛みの少ない鎧をお持ちくだされば腕前をお見せします。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。助かった。きっとあなた様をお守りしてくれます。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。もし太刀のお手入れをいたしませんか。坂井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。坂井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。坂井様、十分な素材をお持ちください。鋭さと切れ味が増しました。またいつでもお越しください。まさか素手でか。お侍が負けたなんて信じられない。賊や海賊がいる。坂井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため朝物氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。恐れながら素材が足りないようです。お侍様、またお越しくださいませ。坂井様、ご無事で。
お言いつけ通り、カイドウを避けてここまで参りました。お主も無事でよかった。息子も怪我はないな。父よりも立派な子です。あなた様に助けていただいたこと忘れません。達者で暮らせ。さらばだ。木のまま逃げてきた連中ですが、あなた様の助けになりたいと言ってます。ほらな。言ったろ。刀鍛冶をお探しですか。何かあったのか。別にどうした。何かがいつもと違う気がする。鎧を整えてもよろしいでしょうか。鎧を仕立て直しましょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。剣は先祖なぜか父上の名を何かスメッソグラス。シェメンフッド眠る声
Yokno. Yamar Negum Harbo, you Malka. Hindman, Tano. Then Harvard, what else to say? Here's your cool. Huh? アダチ家の親方、マサコ殿がおるはず。マサコ殿、アダチ家のご一族、誰かおりませぬか。
調べるか。争いの後だ。何者かが押し入ったか。犯人を突き止めねば。薙刀、足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。誰かが奪ったか。乾いた爪の跡、逃げた者がいたのか、追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。弓兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。
死んで数日。雅子殿、私です。お主は堺家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り、己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。
角に見覚えは。何、よその百姓だろ。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙ったもの。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。ご機嫌よろしゅう。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。近頃聞いた話なんだ。猛虎の死骸が増えてるらしい。どんな鎧でも結構です。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。一段とご立派になられましたね。何を直しましょうか。もう鍛えられません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。また来よう。あなた様のお役に立ててよかった。私が酒井様なら志村様をお助けしないよ。あんた、なんてこと。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ。政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。滅相もない。ほっしゃ。どうかお気をつけて。なんとかなるさ。あんなの見たことなかった。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。
そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。私はどこでいただけば。知らぬ。どうか空腹なんです。そなたを苦しめておるのは食事への癒し。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。君心となり聞け。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。今のは。うわ、くそ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。
まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。一番手は誰だ。
もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか！やめよ！どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。うん、名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。いい子だ、ソラ。
Thank you.